皆さんこんにちは。こんにちは。まずはこの動画をご覧ください。原神ですね。そうです。これは原神というゲームの私が持っているキャラクターの設定画面をリアルタイムに画像変換しています。すっごいスピードで右側に画像が変換されて映されていることがわかると思います。これは最近少し話題になっているストリームディフュージョンというアプリケーションを使っています。コードが公開されていますのでローカル環境にインストールして誰でも使うことができますよ。ちょっと画像がぐちゃぐちゃですけど。まだ画質は実用レベルではないですが、非常に速いスピードで画像が生成されていてすごいなと思います。キャラクターの動きもそのまま反映されていますね。プロンプトにアニマルイヤーとかビキニとかピンクヘアを入れていますので、少しキャラクターが変化していますね。そうですね。男性キャラクターも猫耳の女性キャラに変換されちゃっていますね。本日はこのストリームディフュージョンの使い方を見ていこうと思います。そして今お見せしているのは以前に紹介させていただいた LCM ローラを使ったリアルタイム画像変換ですね。こちらの方はチェックポイントにドリームシェーパーを使っています。画像はとても綺麗ですが、やはりリアルタイムで動くというほど早くは画像変換されないですね。スピードが全然違いますね。比べるとストリームディフュージョンがいかに早く画像を生成しているのかがわかると思います。画質が良くなれば一気に実用レベルになり、リアルタイム画像変換でモーションキャプチャーによるアニメーションを作ることも可能になりそうですね。結構近い未来にやってくるかもしれません。それでは早速インストール方法と使い方を紹介していきますね。そんなに難しくないですから安心してくださいね。よかった。いつもと同じようにローカル環境へのインストールになりますので、NVIDIA 製の GPU が必要になります。必要な VRAM が何 GB かはちょっと試せていませんが、あまり古い GPU では動かないかもしれません。それぞれ皆さんの環境で試してみてください。このアプリケーションは秋先生という日本人の方が中心になって開発されていますので、ホームページの説明も日本語でとてもわかりやすいです。アナコンダの環境や Linux 環境でインストールすることもできますが、今回は皆さんが一番慣れているであろう Windows のコマンドを使っていきますね。ホームページのコマンドが PowerShell を使うことを前提としていましたので、 PowerShell でインストールしていきます。 PowerShell でプログラムを使うときは管理者権限でプログラムの入力を許可しておかなければなりませんので、まだそちらが行えていない方は以前に私が作成したマジックアニメートのローカル環境構築の動画を見てください。その中でパワーシェルを使う方法が解説されています。概要欄にリンクを載せておきますので、その動画の2分あたりから見ていただけるとわかると思います。では概要欄から入れますが、ストリームディフュージョンのホームページを見てみましょう。このようなページになっていて、下の方に行くと説明が書いてあります。説明が日本語になっていますね。非常にわかりやすいですね。すごいスピードで猫ちゃんが生成されていますね。すごいですね。画面キャプチャーもこのようにすっごく速くて、これは綺麗ですね。綺麗に生成されていますね。私が紹介した画像があまり綺麗ではなかったのは設定の問題かもしれませんが、ここまで綺麗には見えませんでしたが、まず導入ということでやっていきましょう。ホームページをずっと下の方に行くとインストレーションというところがありますので、そこをステップ0からやっていきます。私はすでに C ドライブ直下にストリームディフュージョン20312というフォルダを作ってインストールしてしまっているのですが、皆さんに紹介するためにデモフォルダを作りましたので、最初だけそこに一緒にインストールしていきましょう。では作った空のフォルダを開きます。そしてここにリポジトリをクローンしていきます。いつものように右クリックしてターミナルで開くからパワーシェルを開いてください。そしてホームページのステップ0のクローンディスリポジトリのところをコピーしてパワーシェルに貼り付けてエンターを押します。
そうすると先ほど作ったフォルダの中にストリームディフュージョンというフォルダができていることがわかります。次にこのフォルダに移動しますので CD ストリームディフュージョンでエンターしてコマンドを入力するディレクトリを変更してください。ディレクトリが変わりましたね。ここに仮想環境を作っていきます。今回はホームページに倣って作っていきますので、いつもの VM 部という仮想環境ではなくてコンマ VM 部という名前の仮想環境を作っていきますが、当然 VM 部でも OK ですよ。1行目の Python-M VM 部コンマ VM 部をコピーして PowerShell に貼り付けてエンター。そうすると仮想環境ができていると思います。いつものやつですね。ストリームディフュージョンフォルダーを開くとコンマ VM 部というフォルダーができていますね。そして仮想環境を活性化していきますので、コンマバックスラッシュコンマ VM 部スクリプツアクティベートで活性化しました。次に必要なものをインストールしていきます。またホームページに戻りましょう。最初に PyTorch のインストールが必要です。いつも PyTorch。 CUDA 11.8 のバージョンでも CUDA 12.1 のバージョンでも動くと思います。私は今回 11.8 のバージョンを試してみました。コマンドをコピーしてパワーシェルに貼り付けてエンターでインストールします。いつもですがこのインストールには少し時間がかかります。ここからはすでにインストールしてあるフォルダーの方に行って説明を続けますね。ストリームディフュージョンフォルダからパワーシェルを開きます。そしてコンマ VM 部を活性化します。失礼しました。パワーシェルの場合は最初にドットスラッシュがいりますね。ドットスラッシュドット VM 部スクリプツアクティベートでエンター。これで仮想環境が活性化しました。では次にステップ3をやっていきます。ステップ3ではこのピップから始まる1番目の行ですね。こちらを全部コピーしてパワーシェルに貼り付けてエンターを押します。私の方はすでに全てインストールしてありますので、リクワイアメンツオールレディサティスファイドという文字が全部出てすでにインストールが完了していますよとなっていますが、皆様はもうちょっと時間がかかると思います。インストールが終わったらまたホームページに行きましょう。 TensorRT のダウンロードをします。しなくても使えますけど使った方が早いです。 Windows の場合はここの行ですね。 Python-M から始まる行を PowerShell に貼り付けてエンター。 PowerShell を見ているとところどころにトリトンというモジュールがありませんよというエラーメッセージが出ますが、基本的にはこのトリトンは必要ないようですので無視して進んでください。では次に pip install pywin30 にもコピペしてエンターです。同じように進んでいきます。私のはすでにインストールされていますので一瞬で終わりましたが、環境によっては少し時間がかかるでしょう。基本的にはもうこれでインストールができています。そんなに難しくなかったですね。今までいろいろとインストールしてきた人はもう慣れているでしょう。インストールは完了しましたので起動していきましょう。起動のところだけは少し分かりにくかったのでこちらも一緒にやっていきましょうね。起動方法に関してはストリームディフュージョンのエグザンプルズのページにまとめてありますのでそちらを見てみましょう。リンクは概要欄に置いておきます。起動方法はいろいろありまして、スクリーンキャプチャーのリアルタイム変換やイメージトゥイメージやテキストトゥイメージやビデオトゥビデオがありますね。今回は一番上のスクリーンキャプチャーをやっていこうと思います。パワーシェルがビジーになっていますので一度閉じて新しいパワーシェルで起動していきますね。起動のコマンドですが、起動するファイルはストリームディフュージョンフォルダーの中のエグザンプルズフォルダの中にありますので、そこから起動していくことになります。まず最初に仮想環境を活性化しますので、ストリームディフュージョンフォルダからパワーシェルを開いてコンマバックスラッシュから始まるコマンドで仮想環境を活性化してください。そしてエグザンプルズフォルダに移動しますので CD エグザンプルズエンターで移動してください。ちょっとフォルダの中を確認しましょう。エグザンプルズフォルダの中にスクリーンフォルダというのがあります。そしてその中にメイン.py というファイルがあり、これを起動していくということになります。
スクリーンキャプチャーの方法はウェブページに書いてありますが、スクリーンキャプチャーを使うためには別でインストールする項目があるようですね。リクワイアメンツファイルにまとめられていますので、このコマンドをコピーして貼り付けてエンターです。必ずエグザンプルズフォルダから行ってくださいね。そうですね、ストリームディフュージョンフォルダではなくてエグザンプルズフォルダからインストールしなければいけないので注意してください。私はすでにインストールしてあるので、オールレディサティスファイドという形でコマンドが埋まっていきました。そしてここで起動コマンドをコピペしていきます。ここに記載してあるコマンドをパワーシェルに貼り付けます。基本的に Python の後に Python ファイルのディレクトリを記入すればプログラムが起動しますよ。起動するとこのような黒い透けたウィンドウが出て、このエリアがキャプチャーできるエリアということになります。まずここではいつものアリスの画面をキャプチャーしてみようと思います。ではウェブカムモーションキャプチャーのアリスの画面を起動しましたので、この黒い画面を重ねるようにしてここでエンターを押します。そうすると準備が始まります。最初はモデルのダウンロードが入りますので、かなり時間がかかりますね。数ギガバイトのファイルがダウンロードされると思います。下手したら10分かかるよ。そして準備ができるとイメージビューワーというウィンドウが出て、生成画像が出力されます。こんな感じですね。今リアルタイム画像変換が行われていますね。デフォルトのプロンプトでブラウンドッグヘアというワードとシックグラッシーズというワードが入っていますので、メガネと犬ですね。ワンちゃんとメガネが出力されていますね。リボンが犬になっていますね。はは、そうですね。比較的拡大した人物は綺麗に描かれていますね。動きの追従はほとんど時間差がないですね。すごいですよね。画質がもう少し良くなれば本当に良いですね。さて、これで起動はできましたが、起動時の追加オプションを少しだけ見ていきましょう。起動のおさらいですが、ストリームディフュージョンフォルダーから再びパワーシェルを開きます。そしてコンマ VM を活性化しておきます。 CD エグザンプルズでエグザンプルズフォルダに移動しておきましょう。そして先ほどのエグザンプルズのウェブページを見てみると、一番最初にマイナスマイナスアクセラレーションテンサー RT のオプションを使いましょうと書いてあります。もっと生成が早くなるようですので、テンサー RT のオプションを入れて起動してみたいと思います。再びパワーシェルに行って、起動コマンドをこの Python スクリーンというやつですね、これを貼り付けていきます。この後に半角スペースを開けてマイナスマイナスから始まる先ほどのアクセルレーションうんぬんというコマンドを、これを貼り付けます。そしてエンター。そうするとテンサー RT のオプティマイゼーションが始まってから起動するのですが、最初はむちゃくちゃ時間がかかります。テンサー RT のエンジンを焼き付けているのですね。もう壊れちゃってるんじゃないかと思うぐらい時間がかかるんですが、2回目はすぐに起動できます。起動しましたね。今はパワーシェルの画面をキャプチャーしていますので、何か白いもじゃもじゃが生成されていますね。テンサー RT を使った初回起動時の時のパワーシェルをスクリーンショットしておいたのですが、このエメラルドグリーンの色の文字が出てしばらくコマンドが動きませんでしたが、最後のフィニッシュとエンジンビルディングという文字が出て動き出します。確かこの工程を2回繰り返しますので、気長に待ってください。途中はフリーズしたかと思いますよ。そしてこちらが画像になります。上側がテンサー RT なしで、下側がテンサー RT ありです。元画像のアリスの拡大率が違うので、なんとも言えないところもありますが、若干テンサー RT ありの方が良いでしょうか。そうですね、ちょっとだけ良いような気もします。手の動きもしっかり追従できていますね。先ほどよりもちょっと動きが滑らかですかね。そう言われればそうかもしれません。元画像の被写体の拡大率が大きければ今の画質でも使えそうですね。そして最後にもう一つ、プロンプトとチェックポイントを変える方法を見ていきましょう。プロンプトですが、このエグザンプルズフォルダの中のスクリーンフォルダーの中のメイン PY のファイルを開けてみます。すると199行目にプロンプトが書いてあります。この下にネガティブプロンプトもあります。
これらはコマンドラインから変えることができますので、変えていきましょう。あと、チェックポイントも変えることができますので、変えていこうと思います。デフォルトのチェックポイントは、この琥珀のバージョン2が使われているようです。では起動していきます。先ほどと同じように、仮想環境を活性化して、Examples フォルダに移動します。そして先ほどの起動コマンドを入力しましょう。Python スクリーンからの起動コマンドを記入して、その後にオプションコマンドを書き足します。Examples のウェブページの下の方に行くと、コマンドの書き方が記載されており、チェックポイントを変えるときは、-モデル ID から始まるコマンドを入力して、自分が持っているチェックポイントのパスをコピーして貼り付けます。今回はドリームシェイパーのバージョン8を選択しました。ファイルを右クリックして、パスをコピーします。ローラも使えますが、今回はスキップしますね。先ほどのコマンドの後に半角スペースを空けて、パスをペーストします。ダブルクォーテーションやバックスラッシュは、そのままで大丈夫です。次にプロンプトを入れていきます。-プロンプトで半角スペースを空けて、ダブルクォーテーションで囲んで、プロンプトを書いていきます。Girl with hair with animal ears なんかにしておきましょうか。そして、先ほどのTensorRT のコマンドを追加しておきます。透明のウィンドウが出てきましたので、アリスの枠に合わせてから、Enter。チェックポイントをドリームシェイパーに変えましたので、また新たにTensorRT の準備で起動に時間がかかっています。TensorRT のエンジンをチェックポイントの本体に焼き付けているので、他のところで使うときに影響が出なければ良いのですが、ちょっと心配ですね。かなり待ちましたが、今、起動しました。画像はどうでしょうか？そうですね。少しリアルアニメになった印象でしょうか。ピンクの髪の毛と動物の耳は生成されましたね。動きもスムーズですね。顔はいまいちでしたね。やはりアニメ系のモデルを使った方が綺麗かと思いますが、今日はこんな感じで使えるということが紹介できたと思います。それでは最後に原神のゲームプレイ画面をリアルタイム変換しながらお別れしましょう。